こうされたがこの日は現在の太陽暦では4月20日であるためこの日を含む1週間を現在では切手趣味週間と指定している竜切手という故称は図案がライモンと尻尾の輪郭文様の中に向かい合った龍が描かれていることにちなんでいる日本の近代郵便制度の創設者である前島秘書は明治維新政府で駅底頭の職にあり 郵便事業の創業準備を行っていた。そのため近代的制度の一つである郵便料金全能を示すための切手を発行する必要があった。開業時に発行されたのが48分、100分、200分、500分の計4種の切手であった。切手の印刷原版は同伴彫刻技術者であった松田緑山が彫刻し、 彼の工房であった原道が人力で切手の製造を請け負っていた。印刷は旧暦明治3年11月28日以降に開始され、開業までに86万枚が製造された。原版を副版する近代的印刷技術が、 当時の日本にはなかったため、1シート40枚分の実用版を手で彫ることに由来するがこの竜切手は、手作業により額面誤印刷で落ち及び、竜の顔の反転、外縁の大祭から草文様のエラーもあり、バラエティに富んだ切手となった。そして、正確には、手作業によるエッチングを行っていた。このような製造方法は1876年に、 突破印刷の切手が登場するまで続けられた。この製法により作られた切手を切手収集家は手彫り切手と呼称している。そのため、手作業ゆえに40枚それぞれにわずかな差異が存在しており、竜の爪の掘り忘れなどもあるため、バラバラにしてもシートのどの位置にあった切手かがわかる。このことにより、 個々の切手を集めて元の板を再構築するプレーティングの対象となっている。また竜切手は手彫り切手で唯一の二色ずりであり、周囲の竜のモチーフと額面表示が別々に印刷されていた。そのため500分切手に逆ずりのエラーが存在していることが知られており、1973年にアメリカ合衆国で、 使用済みが発見され、オークションにかけられた。このエラー切手は、日本切手のカタログ評価額では最高の3500万円が付けられている。なお、近代郵便が始まった日本では、書状に切手を重複する、方法以外に書状を入れて運ぶ箱に切手を重複する、方法もあった。1871年の大久保と道の、書状箱には切手が重複されており現存する。 辰ツ踏切手は日本最初の切手である。印刷は薄手の和紙で切手の目打ちも裏乗りもなかった。またサイズが 19.5mm 四方の正方形であり、このサイズは日本で発行された切手の中で最も小さいものである。国名表記もなされていなかった。この額面は通貨改革が行われていなかったため、江戸時代の通貨単位のままであった。 なお48分という波数学面であるが、これは、江戸期には100分以上の勘定を96勘定と、する慣習があり、100分の半額という意味であったという。96勘定は100分以上について行われ、100分、切手は96分、200分切手は192分、500分、切手は480分で変えたが、48分切手に、 ついては学面を50分とすれば定選勘定となり50分支払うことになり、これに対する措置と思われる。また切手の学面は距離別及び重量別の料金体系に沿ったものであり、例えば創業当日に東京から横浜に1問目までの書状を差し出すには48分であり、5問目の場合には10倍の500分が必要であった。 流線切手2 0千八百8 7 1年旧暦5月10日の進化条例制定により新通貨、窓化が導入されたため翌年の1872年2月に1の単位に変更した流線切手が発行されたちなみに同切手は日本初の目打ち付け切手でもあるまた後期には裏乗りも付けられたしかしながら印刷版の準備が間に合わず タツ踏切手の原版を流用使用、額面だけを差し替えたものを製造した。額面は100分の1銭、48分を合輪と改定された。この流線切手は7月に後継の桜切手が発行されたため製造期間が極めて短い。そのため、流切手はいずれも残存数が多くなく、カタログでの評価額も高額である。ありがとうございます。